おっと、今大量に出てきましたよ。若い女性ですね。たむろしてますね。たむろしてます。一向に動こうとしないですね。やってんじゃん、アゼロだろお前ら。なあ、はい、違法関与してんじゃねえよお前。契約書面、外部書面持ってねえんだろ。詐欺じゃん。暗号通貨の交換事業者の登録してんの？してねえんだろ。おい、してねえな。してるんだったらしてるって言ったら。今ページ見してよ、金融庁の出してる PDF 見して。ないんだろ。なんとか言えよ。じゃあ分かってやってんだ、違法業者だって分かってやってんのなあ。話しますか。うんうん、一旦だけいいですか。話せるやついいの？あ、どうも。はい、全然。誰？どういう方がいいとかありますか？逆に別に話せるやつだったら。ちょうど佐々木さんとか時間ないですか？聞いてみますか。それこそ高齢者も騙してな。そうだろ。確認しますか？確認する？どっちでも。あ、そのどっちがいいんですか？まあ交番近いから別に交番でもいいしさ、まあ、警察の方はちょっとあれだと分かんないと思うんですけど、うん、全然直接いいよ。あの伝えはできる。揉めといた方がさ、記録に残るからさ、うん、呼べる？今呼びますか？聞いてみますか？聞いた。ちょっと電話だけします。いいよ。お前ら足洗えって。やってること悪いことって分かってるでしょなあ。怪しいことやってるって分かってるでしょ。あ、もしもし。どうすか、何も答えられないってことはやましいことがあるってことねえ。どうしたん、話聞こうか。うん、あ、今呼んでますね、上の人。偉そうにしといて何も喋れないからね、詰めたら。これが現実ですよ。情弱をはめ込んでるだけの、まあただの若いやつらですね。上辺だけの情報を語って、そうそう、稼いでます、稼いでます。じゃあ勧誘したんだ。どっから来たの？東京？キャリーバッグ持ってね。君はまだ稼げてなさそうだね、格好を見る限りね。俺どこの GU とか？自由。これ自由です。ピアス入れたら。中も自由。これですか？うん。これは覚えてないです。覚えてない。はい、ブランド物はゼロってこと？ブランドか。じゃあ稼げてないんだ君は。ブランドに別に。興味ない。物欲がないんだ。金を稼ぎたい欲はあるってこと？まあ、ありますけど。うん。ハイブランドとか。興味ない。ねえ、二人ともいい年してさ、もう会社員で結婚してるやつはいるっしょ、友達にね。いるっしょ。いますね。
やめよう、足洗おう。続かないから、どうせ飛ぶじゃん。ファントムも飛んだんでしょ。二の舞だって何十年も前からあるから、こういうの。あ、仲間が来ましたね。笑ってんじゃねえよ。はい、ということでバイオかける建造コラボの、ロンティー今販売しております。はい、この服を着ていたら詐欺師からの勧誘ももしかしたら避けられるのではないかということで、魔除け代わりに来てください。概要欄見てください。喋れる、喋れる、喋れないっす。いや、私は撮りましたね。ちょっと説明してほしいんだけどさ、ね、暗号通貨の交換事業者としての登録してる？アゼロでしょ ？CDP でしょ？乗れるやつ。まあモザイクかけてほしいって言ったらかけるわ、じゃあ。うん。歯にかけてもらえばいい。歯かけてるんで。ああ、じゃあそこはこれはゴールしますわ。本当にめっちゃすげえ。前から見てた？見てました。そうか、ファン。いや、僕結構好きっす。え、チャンネル登録してる？ちょっと写真と撮ってもいいですか？俺単体だったらいいけどさ。あ、一緒にいいですか？ツーショットは無理だね。あ、ツーショット、だって勧誘に使われたら困るじゃん。俺と知り合いだよって。間違いない。確かに、うん、確かに。いや、使わないんで。いや、ダメダメダメ。ダメダメ。君たちはちょっと稼げてる感あるね。あのエイプとか来てるしさ。ドルガバ？違います。グッチ？いや、こっちは千円フリです。パチモンです。パチモンです。何そのバカ正直なの？はい。なんか憎めない感じで来るからさ、そこはちょっと強めに来てほしいもんって。何ですか？それは登録者じゃないの？健三さん？そう。ですよね。うん。どうした？今近くにはいないんで。まあ、なんか。そうか。なんか逆に、ブレイキングダウンで出たって。あ、見ました。それチェックしてないよ。僕登録もします。あ、それはありがとうだけどさ。いえ、まあ俺は今日言いに来たのは足洗ってくださいってこと。だってさ、ちょ聞いて、大阪で女子大生が150万借金を負ってね、こういう仮想通貨買って帰ってこなかったっていう事件知ってるっしょ。 NHK も結構、そう、全校とかジュビリーの分かる人は分かるっしょ。で、君たちも同じようなことやってるじゃん。若い大学生からしたらさ、50万の借金もさ、100万の借金もさ、重いから。で、お母さんとかに知られたらしたくなるっていう気持ちも分かるよ。もし自分の子供がね、同じ目にあってしたってなったら許せないっしょ。同じことやってんだよ。で、今日は説教しに来ました。まあ、いつもより過激じゃないけど、俺はそれを分かってほしい。俺は本当に悪徳マルチ撲滅する気でいるから、自分の身になって考えて。別に今足洗ったらさ、別にちゃんとした会社にはつけるじゃん、年齢的には。で、別に自分で起業してさ、まあマルチの営業できるんだったら普通に営業会社とかさ、広告代理店とかやればいいじゃん。まあ一回自分のやってることを見つめ直して、今稼げてる人もいるかもしれないけどね、それ続かないから。どうせね、親になった時さ、自分の名前ネットに検索されて出てくるよ。で、子供が調べたらさ、お父さん詐欺師だったんだって。詐欺してるつもりはないかもしれないけどね、詐欺師として乗るから。まあせいぜい捕まらないようにね。このゴールデンウィークもう一個捕まるから、他の組織が。それはちょっと言えないけど、まあリークが入ってるからさ。で、俺もまた YouTube で出すから、それを。まあという感じです。まあ気をつけて帰ってもらって。ほいじゃ、気をつけて。はい、ありがとうございます。
どうも、CDP です。CDP です。一応、整列が階段に整列していただく形になります。じゃあここで待っときますか。検問します？はい。あれも多分 CDP です。はい、集まり悪いっすね。俺らの集まりいいんじゃないですか。もう10分過ぎましたね。1人しかいないですあそこに。あ、なんか見たことある。あ、こんにちは。久しぶり。見たことあるよね。会ったことあるよね。はい、ここでちょうど。あ、そうだよね。そうだよね。そうです。え、鈴木一馬いないの今日？今日いないですね。来ないって言ってました。なんで？わかんないです。マジ？そうなの？そうなんですよ。まだ CDP やってんの？やってます。なんかいいもん買えた？そんなに買ってないです。買ってない、はい、そっか、やめなよ。まあそうですね。ね、いや、日本製しかないよ。いや、まあそういうわけじゃないですけど。そういうわけじゃない。お金払っちゃったから抜け出せないんでしょ？まあ抜け出せないってわけじゃないと思います。もったいないからやめたくない。まあやってるから今やってみてって感じです。結構もう何何ヶ月か経ってる。まあ、そうですね。1年はやってない。1年はやってないですね。へえー。どうぞ、稼げてますか？少しずつって感じです。へえー。少しずつ。具体的にいくら？具体的にですか？CDP の方ですか？ CDP じゃない、はい、ちょっと僕もちょっと上行かなきゃいけないので。ダメよ。いや、ちょっと行きます、すいません。申し訳ないです。じゃあね、また会おうか。はい。 CDP ですか？はい。やめた方がいいですよ、詐欺なんで。 CDP ですか？あ、こっちです。今やめたんですよ。仮想通貨詐欺ですよこれ。 CDP 詐欺ですよって。高木さん、もうやめた方がいいですよ絶対。CDP やめよ。すいません、ね、ちょっと今お知らせがありました。ごめんなさい、申し訳ない。スーツにスニーカー。はい、ということで突撃してきました。まあ、暗号通貨を使ったマルチ商法っていうのは僕が今まで見てきたもの全部詐欺です。で、全部飛ばれてます。被害者が多数出るビジネスです。暗号通貨の交換事業者の登録してなかったり、連鎖販売取引業者として契約書面、概要書面交付してないっていう時点で違法なんで、あいつら書面持ってないんで。散々言ってますけど、マルチ商法の中にはルールの規制範囲内でやってる人もいれば、特商法で守られた法律から逸脱した勧誘行為をする人も結構いますんで、基本的にはそういう悪質なマルチ商法の組織、会員に対して突撃を行っております。マルチ商法をやっても友達を失うし、結局友達を失った結果、コミュニティの中の会員同士で傷の舐め合いをして、そこで友達関係ができるだけで、質がいい悪いで言ったら悪いです。カルトチックになっていって抜け出せないっていうループに入るだけなんで、正直僕はマルチ商法をするのはやめた方がいいと思ってます。はい、これからもね、悪い会員に対しては突撃していきます。動画内にも映ってると思うんですけども、数年前にですね、ジュビリエースというポンジスキームの会社によって女子大生が亡くなりました。お母さんがいろいろテレビに出演して顔出しでそういう実態を伝えてるんですよ。それを分かった上で、それを見てるにもかかわらずマルチ商法の勧誘をするっていうのは、自分の子供をされてもしょうがないと思ってください。あなたのやってることはそういうことなんで、そういうことが分かってない人が多すぎるんで、これから大学生になっていく方、社会人生活を送る方、世の中にはいろんな詐欺がはびこってますんで、契約を交わす際は本当に気をつけてください。僕の活動に賛同していただける方は高評価とコメントお待ちしております。ということで、本日は悪徳マルチの CDP アゼロコインを使った事業者に突撃してきました。皆さんの周りの知人、家族に影響が及ばないように注意喚起しておいてください。お願いします。